隠居5年目速稼塾の久保です。今日の通販買ってみたは久々のヒット作品です。見てくださいこれ、傘が来ました。傘ですよ。すごいいい傘ですよ。どこがいいのかと言いますと、柄じゃないんですよ。柄もいいんですけども、この機能性ですよ。これ傘ってこういう風に持ってやるじゃないですか。ちょっとね、皆さんのお持ちの傘とちょっと違うでしょ、雰囲気が。これすごいんですよ。ここをペロッとめくるでしょ。で、この赤いボタンを押すと、開くんですけど、その開き方がね、こうなんですよ。ほら。これ良くないですか？なんか。こうね。ほら。こうでしょ？で、車に入るときとか、この傘、結構畳みにくいじゃないですか。でもこの場合だとね、こうやって反対側に閉じるんですよ。だから、濡れずに車内に入れるんですよね。これはいいでしょ。はい、ご覧のように車に入るところをね、実演しようかと思います。これで入ろうとすると鍵がかかってるんで、ちょっと慌てて開けますけどもね。雨の日なんてこういう風にして傘を差したまま車内に入ろうとするとうまくいかないじゃないですか。この傘の場合こうなっちゃうんですよね。だから濡れずに入ることができるんですよね。ということで、ご覧いただけましたか、この傘。どうしてもこういうのが欲しかったというね、私の希望が叶ったということでございます。この傘ね、いいでしょ。それでしかも傘の持ち方がこうやってすごく持ちやすいんですよね。こうグッと持てるという、引っ掛けることもできると。すごい良くないですかこれ。むちゃくちゃいいなと思って、ね、これ確か5000円ぐらいだったんですけども、全然。ほんで内側から見る柄がほら、ひよこちゃんだから、傘差して上見たらね、ひよこがいっぱいいるんですよ。まあ、女の子とかね、お喜びじゃないかなと思って、これ奥さんにプレゼントしようかなと思ってます。黒い顔ですいません。では